はい、皆さんこんにちは。もうアメリカでの収録もね、おそらくね、もうあんまりないと思うんで、まあこれがね、最後じゃないけどね、3本撮りぐらいやろうかな、4本ぐらいやろうかなと思ってます、はい、さあ、その内容は何かというと、テレビの楽しい昔のね、YouTube で見たバラエティ番組があるんです。あー、懐かしの。そうそうそう、最近ね、ハマっちゃってて、もうこればっか見てんだっていうのがね、まあ、正直なところなんですけど ね、あの特にね、最近好きなのはサンバのカラクリテレビからボビーの、ね、ボビーのあるフェミニスト学園、それとね、ご長寿クイズ、ここら辺がね、もう面白くてね、やばいんだよね。自然ってなんだろうって、ね、そうそう、まあ、あの大食いもやったんですけど、大食い先週やったからね、うん、今回はその話をね、ラジオアンジャック風にね、ちょっと語りたいと思います、はい、最近ね、ラジオアンジャックがなぜか承認されないんで困っちゃってるの、ジャックがダメよ、くわかんないんだけど、いやだからちょっとまたね、名前もどうなるかわかりませんけど、とにかく内容はそうなんです。いきましょう。それではバラエティ番組 YouTube を語るラジオ版じゃですよ。でね、あのとにかくね、最初にハマったのはボビーの、あの面白いね、そう、フェミニスト学園ってやつでね。でね、なんでこれにハマったかっていうと、あの私のね、仲のいいあのセレブのおばさんの、まあ、おばさんってごめんなさいね、ヤコママ、ヤコママがね、昔ね、あのなんだろう、あの俺と一緒にね、ミルトラーセン呼んで日本で講演した時に、司会者にね、呼んだんだよ、選挙神を。へー、そうで、すごいね、なかなかうまかったね、うん、でもちろんほら芸能人もいっぱい来てるわけだから、うん、ところがね、彼女はね、なぜかね、あれパックンマックンだってんだよ。あら、パックンマックンじゃないんだよ。でパックンマックンってのは最近も出てて、結構いろいろテレビ出ててね、うん、あのまあその外人タレントなんだけど、うん、セイントカミューだって、いやパックンマックンよって言ってたんで調べたの、うん、名前忘れてたから、うん、ね、そしたらたまたまね、そのセイントカミューの名前が出てたんで、あ、じゃあそれ見ようと思って見たら、うん、動画で引っかかったのがボビーとの朝のフェミニスト学園だった。おかしいよね。でね、これ皆さん見たことある人いる、若い人見たことないから、うん、やばいぐらい面白いよ。いや、すごいキャラクター。そう、あのね、うん、ボビーって最初本当に英語喋れなかったんだよ、日本語ね、うん、そうで英語も得意じゃないの、ナイジェリアだから、ナイジェリアってフランス領なんだよ、そもそもフランス語、うん、だと思うんだな、まあ、ナイジェリア語もあるかもしれないけど、うん、でね、そういう中でその、まあ、その外人としてやってきてすごい能力があって、うん、このフェミニスト学園で英語からいやいや日本語を覚えたっていう感じ。面白いな。いやーね、やばいね、うん、それでこの人才能があって、もういろんなこともできるんだよね、うん、で格闘技でほら獣と戦って負かしちゃったりとか、うん、もともとそうか、格闘技の人なんだ、全然関係ないんだよ、単なる普通のさ、なんかいついちゃった。こんな面白いんだ。面白い、もうやばいね、ボビー、面白すぎ、うん、それでね、うん、日本のテレビを見るとき、最近 YouTube でため撮りで見れてるところが素晴らしいなと思って、うん、この番組はね、僕ね、本当にね、日本の楽しいバラエティ番組の全盛期の頃かな、うん、TBS だったんだけど、ね、で俺ほら TBS で番組いろいろやってたから、うん、あのエンターテインメントの総合監修やってたんでね、うんうん、第二制作っていう方なんだけど、マジックとかそういうのだけじゃなくてエンターテインメント、うん、だからもうこういう番組が好きで好きで好きでさ、うん、いろんなの作った、だけどこのボビーを使ってみたかったなと思った代表だったね。面白そうだな。あとね、もう一つ好きだったのがね、あのご長寿クイズ、あれもなんかまた全然いいよね。いや、やばいね、あれね。あの天才は 99% の何か、 1% の才能と 99% の何でできている、ピボン、水分とかさ、そう水分の。もう話がね、あの80歳から90歳代のね、おばあさんたち、うん、おじいさんたち出るんだけど、あれ見た時ね、お母さんこれ聞いてんだろうけど、うちのおふくろって天才だなと思った。素晴らしい、まともすぎるなと思った。うん、うん、だからうちのおふくろ出て変なこと言われたら困るから番組出ないでほしいんだけどね。前には出ないよ。いや、時々トンティンカなこと言うことは、まあ年齢いっちゃうとしょうがないんだけどね。まあうちの子らはほとんど言わないから。言わないよ。いやー、時々ね、俺にメッセージが来るんだ。うちの子から。ぬ、うん、とかね。なんか間違ったわ、そう。そう、ミスタイプ。でね、これね、親子が、俺もミスタイプで時々ね、もうとか入れちゃう。だって前キャスでミフィーとか言ってた。まあそうさ、あれはもう酔っ払ってもう泥酔の状態だったんだけど、うん、でご長寿クイズってすごすぎるね。いや、あのずれ方がすごい、うん、これね、 YouTube で検索してぜひ見てください、うん、もうあのもうそもそもさ、司会者やってるね、あのなんだ、名前忘れてたけど、あの人もご長寿なんだよ、相当。あ、そうなんだ。だけどね、すごいわ本当に、うん、うん、だからさんまのからくりテレビって実はすごい番組が目白押しだなと思った。ああ、そうだよね、うん、それもその中からの、そうそう、みんなそう、面白いところを集めたんだね、うん、まあ昔ね、あの他に面白かったのはトンネルズの番組系おかしくて、うん、俺ね、さんま系は作ってないんだけどね、トンネルズは随分作ったんだよ、トンネルズと一緒に番組、うん、
あのなんだっけな、無敵生だら、ね、まあ、そうそうそう、うん、でうちってさ、あのそういう意味では、あの昔あの東高特王国っていう番組をね、うん、俺が作ってね、いろいろやったんだけど、その時にね、超人みたいなやつがいるじゃん、いろんな、ね、あれを全部ねうちにね集めて、でプロダクションってね、うん、あの超人プロダクションで作ったの。だって最初マジック始めた当時、うん、そういう人ばっかりだったんですよ。ああ、だって最初の頃営業に行ってさ、郡山だからどっちか分かんないけど、遠くの方行った時、あの超人って言ったんだよね、水木ちゃんだっけ。そう、うん、でピラニア飲む時は気をつけた方がいいとか、いろいろアドバイスいただいてあのね、なんか超人ってね、もうこれ超人の番組になっちゃうんだけど、ずれたところがまあね、すごいんだよ本当に。世界が違う、やっぱり。ムテキングがあのいつも練習してるのさ、ドライアースを飲んで口から煙吐く練習ったんだけど、うん、それでね、土曜日にやっちゃいけないってね、お医者さんに、医者は休みだから、うん、それでさ、たまに胃に張り付いちゃってドライアースがうっつってやばいっつって水飲んでさ、一生懸命やるんですよ、ボー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 とか出してて大丈夫あのね、超人って俺がなんでね超人番組やったかって、ムテキングをプロデュースしたくて、俺ムテキング科学者がなかったんで、うん、あいつは不器用だけどそういうことができるから、うん、なんとかプロデュースしたかったの、うん、本当に努力して練習してて、うん、ね、あの口から卵を出すって演技をねムテキングがよくやったんだよね、うん、その時に練習しなきゃいけないって、どうするか、早口言葉をやってね、そうで口の中に卵を入れたままで喋ると、うん、で1個ぐらいできるんだけど、うん、2個入れるとイエスしか言えねえ、英語しか言えねえとか、そうそうそう、ですごいのあのね、口に卵2個入れて、うん、バナナを半分切ったやつを口の中に入れて、うん、喉に入れるの、うん、それでこれ30秒しか持たないんだよ、窒息しちゃうってんだよね、で生だらで、あの口から出してた時あったよね、バナナ苦しいっつってたよ、そう、この時ね、有名なのがね、あの本当にさ、その生だらの番組中にね、超人で出てきて、最初の時に手にパンしてほら卵出してたんだよ最初は、うん、ね、あの要するに通常やるやり方だったの、それを見てね、そのまま東が突っ込んだんだよ、うん、だからマジックの見方の一番悪いのはそのまんま東と、あとなんだ、元野球のね、あのジャイアンツ大久保、そのまま東こいつら、ね、何やってもダメだな、生放送には絶対使わないやつらなんだけど、うん、まあ、そもそもダメな人間だから、うん、でもね、あのムテキングがそれ悔しかったんだって、うん、ちょっとムテキング TV しみろと言われて、うんうん、で悔しかったんで、それからね、本当に口の中に、ね、たくさん入れることをやった、プロだな、すごいプロだったんだ、ねね、でムテキングと総合平気でいたのが浜田早苗さんっていうのがいて、あー懐かしいな、これはすごかったよ、鼻からビール飲んで、そうそう、鼻からねビールを飲んじゃう、それもねかっこよく飲むってんだね、うんうん、それかあとね、スイカを食べて鼻から種を出すんだっけな、うんうん、それとかモルツは鼻越しがいいとか言ってた、ね、そうそうそう、これもね頑張ってくれて、シュートを連れてロケまで行ったんだよね、うん、台湾の、うん、ちょうどその頃だもん、なんかウィザーズに来だした、そうだよね、あの時すごかったのね、やっぱね台湾ロケで一番すごいなと思ったのは、うん、台湾に行ったらもう有名人なんで、テレビの番組なんかいっぱい出てるから、それでイベントが作られちゃって、みんなでそのビールを飲むのを、鼻からビールを飲む大会とかね、うん、やったりとか、それで、あのなんで鼻からビールを飲むんだっていう話になった時に、うん、あの要するにさ、あのシュートと一緒にね、あの再現ドラマ作ったの、うん、でシュートが初めて台湾のテレビ局で言ったのが俺なんだよね、へ、あれみんな台湾の人知らないと思うんでね、ぜひこの日本語分かったらね、昔台湾でそういうのロケやったんですよ、本当その時出てた、いや面白かったよ、うん、その子もねすごくまともでね、俺が3つ目びっくりしたのは、3つ目鼻血っていうのがあったの、あ、うん、あれね鼻血をねとにかくねガンブンって出すって言うんだよね、だけど、ね、あれね俺ね本当にマジやってんだと思ったら、実はねマジックのあるテクニックを使って出したことが分かって、これすいません柳田さんね正直に言います、と言って教えてくれて、あこいつ本当に研究してんなと思った、すごいね、それ以外にもいっぱいいたね、いろんなのね、体中ピアス男とかね、いろんなのがいて、いもう懐かしいな、ミュータンと一緒に行ったあれはなんかパンク女って名前だったんだっけ、あそうで、うん、ムースここに手につけて燃やしたりとか、燃やしたりとかさ、あとゴムの手袋をスプーン曲げとかフォーク曲げとか言ってさ、あの、うん、ティーパックでさ、あの、うん、お尻で曲げるとかね、いろんなことでしたね、うん、なんて人と付き合ったんだあなたはみたいな、最初そういう人ばっかりだった、うん、俺その番組やってたからな、うん、そういう番組な、うん、もういろんなところで、マジさんよりそういう人の方が多かった、龍先生もその、うん、あれ、ね、そうそう龍先生がスタートだな、ね、最初はね龍飛雲さんね、あの水拳ね、酔っ払う酔っ払うことってんで、あの人の逸話もたくさんあるんでね、またどっかで話したいと思うんだけど、いい人だった、いい人だった本当に、あのまあなんといってもギルガメシナイトとか、うん、いろんな番組ね、ユーケン面白かったね、はい、まあでもねそういう形でいろいろね取り留めなかった、ボビーの話にもと戻してたんですよね、ボビーとなんと番組ってやんなきゃいけないから、うん、でもね本当彼は K1 にも出て本物でやったすごい男なんですよ、そういう人がこんな面白いんだね、そう、うん、だからね皆さんもね機会があったら、昔のテレビ番組も良かったから、うん、バラエティはやらせも少ないしね、あのやらせあった番組なんかは僕が潰したりなんかしてもあったけど、うんうん、はい、
ということで、はい、いろいろ話しましたけどね、はい、取り留めもなかったけど、やっぱりラジオマンジャックは楽しいということで、はい、これ弾かれたくないな、お願いしたいな、本当ね、弾かれたくないということで、はい、また来週、今度のラジオマンジャックは日本からそれでも最後のアメリカから、はい、頑張りたいと思いますのでね、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、ということで、日本で会いましょう、ね、それではさようなら、これからトイレに行きます、この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。